どうも高井です。奨学金を利用して大学へ入るのはリスクでかいよって話をしたいんですけど、そもそも奨学金の返済の延滞が生じた場合、これは本人に電話が来ます。延滞期間が1ヶ月以上の場合、本人への文書の送付と連帯保証人の電話が来ます。延滞期間が2ヶ月以上の場合、連帯保証人に文書を送付されるのと連帯保証人の電話があります。延滞期間が3ヶ月以上の場合、個人の信用機関のブラックリストの登録がされてしまいます。まあ当然クレジットカードは作れなくなって、ローンは組むこともできなくなる。でそれ以上延滞が続く場合は、民間の債権回収者への業務を委託する。延滞が9ヶ月を過ぎると法的措置が取られる。本人もしくは連帯保証人の財産が差し押さえられるってこともある。だからこういう本を読んでね、事前に考えてみるといいんじゃないでしょうか。それでは。